号車の、石井選手のカホーラム CA4A。 こうやってスタート地点に着いたのは10号車になります。スタート地点は10号車の内藤選手。さあフィニッシュ地点に8号車石井選手のファイナルタイム2分06秒340。続いてスタートしましたのは10号車になります。10号車の内藤学選手、このまま5点ブリック追放。さあ各マシンワイパーを動かしての走行、クラス1の暫定、クラス1暫定を張り出します。クラス1暫定を受付、いつもの場所ですね、受付をしたその近くのところで、貼り出しますので、そちらの、メッセージボードに貼り出すと思われます。ご確認お願いします。さあ今フィニッシュは9号車の今井東光選手、ロイヤルパーク大賞オリベスピードミラージュ、タイム今井選手ベスト更新になります。13秒917、1分53秒917でベストタイム更新。さあここで平井選手の59秒576を 5.6 秒上回った今井選手が1分53秒917でターゲットタイムを変えております。さあ続いてスタートは12号車になります。12号車は岩崎カモン選手、 SKT DG シビック動きます。22号車の後にスタートとなります。さあ10号車の内藤選手、完成と前に入ります。さあ C21 の車、今パドックから出てきます。さあ向こう正面が、岩崎選手、そしてファイナル向かってくるのが内藤選手10号車。さあここまでは今井選手の53秒917がターゲットタイムになっているクラスの2。さあそのタイムを上回る内藤選手1分53秒857でベスト更新。さあ100分の6秒857にターゲットタイムは変わります。さあ雨が降ってくるとだいぶ視界も悪くなります。花道への道はこれは一般の道になっておりますので、パドックから出ていく際、出会い頭などの事故など起きないようお願いします。一般車両ももちろん通りますので、左右の安全を確認してください。さあ、岩崎選手に続いてスタートは13号車になります。青木隆二選手が今向こう正面。さあ青木選手は SCS ストーリア SCS からのエントリー。上がってきてますよ岩崎多門選手。さあちょっと振りながらのフィニッシュ。さあ岩崎選手は3番手になります。1分57秒736。さあこのクラスもまだチャンピオンは決まっておりません。今日勝った者がチャンピオン。熾烈なポイント争いしております飯田選手と足立選手は後ろに控えております。ちょうど花道の後方。続いて14号車スタート。さあ最後のアスティー使い荒井宏之選手、ミラージュアスティー。さあ水尾さんを左手は青木隆一選手、水尾さんと言われておりますあの山、大堀下山。水尾さんといえば、美味しいお酒水をそこから取られておりますが、その酒造元田中屋酒造さんも今回の台風によって大きな被害を受けております。お酒の方が使
作れるか作れないかといった窮地になっているという情報もあります。飯山の浸水によりまして田中義蔵さんもだいぶ打撃を受けております。さあそんな御蔵さんを通過してきましたのが青木隆二選手、ゼッケン13番 ASGS ストーリアタイム3番手に入ります。1分54秒434。さあ変わってスタート地点は15番手 CMC 長野からのエントリー池上忠選手がスタートします。新速スーパー G キリン車インテグラー。さあ美味しいバームクーヘン、キリン車のバームクーヘン、さあオープンしてちょうど今月で1年となります。1年を迎えましたキリン車、その名前が社名に入っているキリン車インテグラーは池上忠選手、ロードサイドから向こう正面に降りてきます。さあゴール地点に入ってきますのがアスティ新井。続いて16号車スタート地点は16号車が田中秀和選手、田中選手がスタート地点です。3倍さあ右に流れるが新井選手、左上がってくるのが池上選手。さあアスティ新井選手のファイナルタイム4番手1分57秒157、1分57秒157の4番手フィニッシュ。さあ、かつてローサイド降りていくのが伊香上選手、スタート待ちが16号車は田中秀和選手。さあ、広場がなびいて16号車スタート、田中秀和選手のミラージュがスタート、北斎からのエントリー。さあ15台で争いますクラス2、今がちょうど中ほどですかね、折り返し地点に入りましたクラスの2。さあそこまでで内藤選手が1分53秒857、これが現在のターゲットタイム1分53秒857です。現在のところ内藤選手、今井選手、青木選手、新井選手という並びがクラスの2。さあ帰ってきた池上忠選手の新速スーパー G キリン車インテグラー4番手。さあ先ほどの新井選手の1つ上4番手、1分54秒75は4番手フィニッシュ。さあここでは内藤選手、今井選手、青木選手、池上選手という並び。さあ上がってきますのがゼッケン16番の田中選手、そしてスタートは17号車堤隆選手スタート。さあスタート地点は4区のトラックブーム北田選手がスタート地点。ワイパーを動かして向こう正面で流していきますのが堤隆選手、そして細かいところを細かくテクニックで走っていきます田中秀和選手のミラージュ。さあここでは内藤選手の1分53秒857。さあスイフトが出しております53秒857に対して田中選手5番手、田中選手は5番手フィニッシュになります。1分55秒869、1分55秒869で5番手フィニッシュ。さあこちらも、泥のスプラッシュ堤隆選手、そしてスタート地点4区北田豊選手18号車がスタート。北田選手はどんなタイムを出してくるか、この車どんくらいのタイムを上げてくるか。さあそして右に開いてきた堤隆選手の TS1 シビック。さあパドックの方は26号車が出てきます。26号車の森忠選手がパドックから出ていきます。さあ向こう上面上がってくるのが北田選手、
蔵さん左手フロントストレートに出してファイナル向かってくるのが17号車の